ね。最近ね、我が社のレンタカーで追加になったマーチとで、前からねあったんですけども、日産アトラスの方が、ヒッチはだいぶ前につけたんですけど、950登録をしていなかったのでね、ちょっと今まで牽引の方ができなかったんですけど、本日950登録をしてきて、これでねやっとトレーラーを引っ張れるようにね、なりました。で、離婚局にね車両を持ち込んで、ちょっといろいろ実測でね計測をしてもらわないとダメやったんですけども、まあ結果としてパワーゲート付き車で、ブレーキね、シューブレーキありのトレーラーで1,990キロで、ブレーキなしでね750キロ、バレルっていうね許可をねいただくことができましたので、まあ大体のトレーラーはねこれで引っ張れるかなと思っております。一応パワーゲート車なんでね、パワーゲートが降りてくるので、この状態だとねちょっとボールがついてるとパワーゲート下ろせないんですけど、ボールを抜いたら、よいしょ、抜いたら、ギリギリねパワーゲートがね下ろせるようにね、ちょっと、ヒッチの方もワンオフで作りました。普段はなんかこれおまけついてたんで、おまけつけときます。パワーゲート付き、最大積載量が1,250キロで、一応ね頑張ればダブルキャブなので6人乗りで、最大積載量が1,250キロものが詰めて、パワーゲートがついていて、でヒッチメンバーがついている、ワーナンバーのレンタカーになります。まあちょっとねこういうのを使いたいっていう人がいれば、また当社の方に連絡いただきましたら、レンタカーとしてお出しもしますので、よろしくお願いします。ちなみにねうちのマーチの方は、普段の最近僕の足代わりになっております。であとこれとは別でね、レンタカー登録はしなかったんですけど、最近ちょっと親父にね軽トラックをいただきまして、当社の方でねまた軽トラックもね、1台増車となりました。新しいナンバーちょっと取ってきたんですけど、まだナンバーの方はつけておりませんが、軽トラックも今2台あります。